スレチーム。相変わらずいいメンツ揃えてんな、鷲城先生。止めます。されど一歩だ。ブロック低い方。すいません、短い。ガラスのブレイク。おいおいおい、でもまぐれじゃねえなら試合が変わるぞ。もう一回しかねえんだ。スワッ！ワンチ！チャンスワール！ワンタッチ！カラスのブレイク！キーナさん、ナイスワンチ！やっと奪った半歩のリードを死守してくれ。任せろ。はい。イズナ。すまん、長い。しゃあ！ガラスのブレイク。粘っていれば牛若にだってスタミナの限界は必ず来る。牛若さん、拾った。牛若だ。強打に備え後ろに下がれば当然前が開く。どいつもこいつも妖怪見て。あと一点取られたら終わり。操れ。やった、追いついた。マジかよ。それより影山よ、もう一セットやれるぞ。ファイナルセット、スターティングは菅原で行こうと思う。体は温まってんのに手が冷たい。いよいよファイナルセット。すみません、牛若だ。そこで止まるな。取り返せ。以上。はい。もう一本だ。拾った！チャンスボール！ワンタッチ！
この終盤であのメガネの離脱は痛すぎるな。でも手は抜かないよ。もちろんだ。ここで根性を見せずにいつ見せんだよ。シンクロ攻撃オール、行け。ほんのちょっとでも遅れたと感じたらすかさずソフトブロックに切り替えだ。ブロックしまえ。何か嫌だ。お前を叩き潰したい。大木田さん、負け出しないぜ。すが、後頭部に気をつけろよ。くそ、向こう二桁乗ったか。一気に決めるぞ。おう、エイタ君、もう一本。カラスノも二桁乗った。よし、よっしゃ、数での翻弄、確かに有力な攻撃と認めざるを得ねえな。せーの。うるせえ、こっちの方が強い。常に上を向くスポーツだ。血が止まりました。まさかお前に試合出たいアピールされる日が来るとは。ダンサー、ここ踏ん張るぞ。守るんじゃねえ、攻めろ。思いっきり行け、アサヒ。どっちが勝ってもムカつくから、どっちも負けろ。うんこ野郎だな。ドイツも足は限界だろうな。牛島の得点は40点近い。なんてやつなんだ、牛島若俊。行くぞ。レオンさん。超バレーバカだよ。ドンシャ。
行くぞ。3枚ブロックでストレートを締めに来やがった。強さとは実に多彩。行くぞ、ハリコー。